国家連絡通路になるんですか。へえー、すごい綺麗。いいですね。山産業する人は大変だ。23時ってったら全然残業ありうる時間だもんな。で、なんか、えらいことになっておりますね。地下鉄、そっちで起き始めてるのね。よくわからんけど、そうです。そっちにも手出したのね。おのりょうってなんか聞いたことある名前だな。あら、地下鉄に乗るファンアートコントか。ファンアートっていうよりガチンで多すぎねえかこれ。ちょっと加策でこのレベル出すか。絶対プロだろ。すげえな、京都ですからね。ね、言い換えれば京都でアニメーションって言ったら今日ワニですからね。それはね、あれなんだ今日よ。クオリティ高えな、おい。で、あ、下は下で、結構いろいろあんじゃん。へえ。こんな広い駅やったんや。あ、すごい。あ、で、さっきここからファイン、この辺りは通ったか。へえ。おお、なんか楽しかった。で、あ、案内所とかもあるし、でっかいんだね。へえ。京都銀行仲間って、へえ。カスタバもあんじゃん。へえ。全然拠点としての機能を果たしてますね。あ、でかい駅だったんだ。へえ。で、東西線もあってね。あ、駅中もあんじゃん、京都静岡。へえ。スタバもあるし、パッと降ってくるのはそれもありか。7時30分やろ、まあ、こっからやったら10分15分とかちょっとますからね。51分やし、スタバも、ここではそんなに混んでないけどね。私はスタバの注文方法を知らないあれですからね。よし、駅中入ろ。ちょっとパンかじってもいいけどね。お手洗いは、お手洗いだね。あ、お手洗い。あのね、そう、最近までずっとスマホのところにパスケース入れとったから間違えそうになったな。で、こっちが、あ、とか東西線の方がこっちにあって、で、京都方面ですか。かもしれない。え？あ、さっきの大垣書店とかこっちの方になるよ。広い駅だな。下場があり、駅中に直結してるんだ。あ、本屋の駅近には駅近の店があるんだ。で、下を、お手洗い借りてから。こんな大きい駅あるの。あ、いいな、生態の。すごい、駅の方にこんないっぱいあるんだね。よし、ちょっとお手洗いを借りたらちょうどいいぐらいの時間だね。よし、さ、トイレも済ませましたし、いい時間になったな。飲み物だけ買ってた方がいいか。ちょっとパンだけ買ってこうか。なんか残ってるパンでいいで。で、買って帰ったらちょうどいいぐらい。ちょっとパン、あ、これがチーズ屋さんね。へえ。買っていきましょうかね。よいしょ。さ、買ってきました。これがチーズ屋さんなんだ。チーズ屋さんって何なのかと思ったら、駅中でやってるパン屋さんなんだな。なんかここでなんか限定のやつ、なんか昨日から売り始めたよみたいな広告書やなんか出てましたね。それはどうも売り切れとったみたいですよ。なんだったっけ、あれなんかパスポートキャラとか、モンキャラのね、こうなんやだけど、ズームスモンキャラとかね、そっちの方で気持ちグローブ来てるじゃん。
京都の駅前ね飛んでたんで、さすがにちょっとカメラ回せなかったんでね、今ね19時10分、まあちょうどいいぐらいの時間に京都駅まで戻ってきましたね。まあこのままずっと通路行ったらもうね分かってるところです。私はもう耳が耳ですね、行けばいいんやからこのまま行ったら大丈夫なんで、今日もなんとか無事にね、まああとはバスが無事に迎えに来ても大丈夫ということでね、もういつもだったらねそのまままた四日市帰ってね、四日市のところで締めを取るんですけど、まあちょっと遅い時間になるしね、もうね宮北光景のところになってくるんで、まあこの辺りからね締めにかかっていこうと思います。まあ多分最後にバスが来る駅まで終わってくるのかなということでね、なるかなと思いますけど、あでも今日はね楽しく、貴重な時間をお過ごしさせていただくことができます。初クラブでね、かなり中に濃い内容に、ね、なりましたよということでございますね、で、このまま中入れるのか、まあ、お疲れですかということなんで、いやそう本当はね、こっちがドッキリをね、仕掛けてね当時によってあのね、まあ、こっちのチャンネルの方で知らせてきましたけど、西園寺のお客さんの方に、ね、行くよっていうゆるい企画を伝えておいてね、蓋を開けたら、鉄道博物館に連れてくぞっていう予定だったのが、見事に今日聞かれまして、なんならこっちが逆ドッキリ食らったような感じありますからね、まさかよっちゃさん、来ていただいてね、こんなね、プロデュースしてね、お手伝いしていただけることになるとは本当に思ってもなかったんで、逆に私の方が逆ドッキリを仕掛けられちゃったかなという感はありましたけど、いや本当に楽しい一日でございました。で、その博物館はやっぱりね、学位見て回ると楽しいなということでね、博物館さんは何回でもね大丈夫そうなところですね。またね、近いうちにこっちの方また来てね、やりたいなと思いますということで、まあまたね、ね寺尾さんもね、まあまあまあ、それでこれからね、受験生なんでね、まあちょっとこれからちょっと大変な時期になるかなと思いますよ。まあ、それで受験があってた頃には、私はとっても昔に、チャンネル登録者数などでね、抜かれてるのはもう目に見えてますんでね、まあその時にはね、もう、3個の例をしてですね、寺尾様、ぜひ、私のにコラボの機会をお伝えくださいませみたいなことになってると思いますので、ぜひね、またやらせていただけたらなと思います。まあ、こんな感じでね、ちょっと今、ゆるい締めるにはなってますけど、もう言うてそのうちにバスが来ますんでね、指名させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。